こんにちは、指揮者クラシカル DJ の水直井です。ではまた10個の質問をしていきたいと思います。今何から刺激インスピレーションを受け取っていますか？最近は、まあ、もちろん多ジャンルの音楽だったり映画だったり絵画だったり、あとは自然っていうのは大きいかもしれないな。クリエイティブなアイデアが浮かぶ瞬間はどんな時ですか？歩いてる時とシャワー浴びてる時かな。作品を通じて伝えたいメッセージやストーリーもありますか？ものによってめちゃくちゃありますね。何かを作る時は見えてないと逆に作れないから、それを伝えるための手段として作品にしているっていうのは大きいと思います。過去最も興奮した瞬間は？そんな最もとか言われるとさ、考えちゃうじゃん。いっぱいあるよ。まあ最もかわかんないけど、去年サマソニーでマネスキン見た時かもしれない。あれはすごい衝撃だった。満足感を得る瞬間はどんな時ですか？作品を作り終えて、それをゆっくり聞きながら散歩とかしてる時とかかな。これまでにあった人生の転機は？まず最初は留学、じゃあバイオリンをもらう、留学、メジャーデビューの声がかかる、この3つじゃないですかね。今注目してるシーンやジャンル？全体的に総じてみるなら K-POP ばっかり聞いてます、最近僕は。で、あとはポストクラシカルのジャンルも日々新しいものが出てきて、どんどん面白くなってると思いますね。コラボしてみたいアーティストや職業？アーティストで言うとクラシカルではない人たちとコラボしたいのかなっていう風に最近思って、でその人たちがもしクラシカルな要素を求めてるんだったら、そういう時はもう例えばもう弦楽器俺が全部アレンジしてレコーディングするからって言えるし、ピアノを入れたいとか作曲の和声構成とかをちょっとこう一緒に考えたりとかもできるだろうし、異文化での化学反応をすごい楽しみたいなっていう感じはありますね。音楽以外の職業のコラボとか？映像ですね。劇伴を作るのが今はすごくやりたいことの一つなんですよ。でもただのサウンドトラックにしないで、音楽と映像がなんか5対5ぐらいで共存できるようなものが作れたら嬉しいなと思ってます。死ぬまでに一度は行ってみたい場所は？そうね、意外と行きたいとこは行ってるし、あれだけれどめっちゃ陳腐だけど、ピラミッドは生で見たいと思ってるし、南極とかちょっと行ってみたいですね。水野葵の弱点、苦手なこと？自分のオンオフが激しいんですよね。何かに向けて燃えてる時はもう全てを忘れてそこに捧げるんだけれど、オフの時になるとやっぱり腰が重たくなってしまうなっていうのは自分で自覚していること。以上10個の質問です。はい、ありがとうございます。ちょっと改めて聞いていたんですけど、最も興奮した瞬間は、はい、マネスキンのライブ。ライブは普段から結構行くんですか？いや、行ける時期と行けない時期があるんですよ。自分が創作してたりとか、一つなんかこだわりを持って何かに集中してたりすると、ライブに行って逆に感動しすぎちゃうと、乱されるじゃないけれど、影響を受けそうになるんですよね。だけどやっぱり今俺が作ってるものは俺のものとして完結させたいから、なんかそういう時は大好きなアーティストが例えば LINE したとしても行かないようにします。だから最近だとジェイコブ・コリアが来ててライブもうめっちゃ行きたかったんですよ。行きませんでした。ライブで言うとは自分のライブもそうですけど、まあ、他のアーティストの、まあ、オープニングアクトだったりとか共演になったりとかっていうこともあると思うんですけど、なんかそういう時にこう意識していることとか、まあ、自分のライブじゃなくてオープニングアクトという時に意識しているポイントとかあったりしますか？初めてオープニングアクトやらせてもらったのが今でも付き合いのあるロットバルト・バロンなんだけれど、その時に瀬取りの1曲目と同じキーで俺のオープニングアクトを終わらせて本編にシームレスにつなげるのをやりたいね、やりたいねっていう風に話が出て、それをやったらすっごい気持ちよかったんですよ。結構お客さんからも評判が良くって、アーティストサイドがそれを良しとしてくれる時は絶対にその瀬取りの1曲目をちょっと教えてもらって、それと合う雰囲気で自分の DJ ミックスを盛り上げてって持ってって本編にそのままバトンを渡すっていうやり方をしてます。特にやっぱりクラシックで DJ をやるっていうと、いつも聴いてる音楽と違うジャンルだっていう風に構えて来られちゃう人とかもいるのかなって思うから、せめてもの親近感を持ってもらうためにも、そうやってどんどんシームレスにつなげて、ああ全然好きなバンドの音楽と一緒に聴いても、あ楽しめるなっていう風に思わせることができればいいなって思って
そういう風には考えて流れを作ってます。先日のポーランドホールでのワンマンマンじゃないですか、うん、なんかそこを改めてライブ振り返って、あれはとにかくやりたいことをやれるだけ積み込みましたね。今までみたいに大所帯のバンドもすごい楽しかったんだけれど、そうじゃなくて自分の DJ としての強みを生かした上でもっとライブに昇華できないかなっていう思いがすごい強かったんですよ。でやっぱ今回は作った音源にものすごい自信があったから、だからそれをライブで使っても全然いいんじゃないかみたいな思いもあったんですよね。だけどやっぱりライブでやるっていうことでそのライブらしさを表すんで、それをさらに拡張してくれる人たちが絶対に必要だっていうので、まあらしいな2人、まあ水の電気でも2人とも頑張ってくれてるんですけれど、ちょっとやんないって言ってお願いして、3人でのリハーサルも普通のバンドとは全然違って、もう3人でずっとパソコンの画面向かってああでもないこうでもないって言って仕込みをやって、で実際にスタジオ入ったのは1日か2日だけだったかな。だからなんかライブでもみんな個人プレイなんですよね、あれって。全員とも自分の仕事をなんか淡々とやってるみたいな、ちょっと無機質に見えるようなクラスワークじゃないけれど、ああいうスタイルっていうのにもすごい憧れてたから、それでも鳴ってるものがめちゃめちゃクラシックっていうのは一つなんか面白いところに行けるんじゃないのか。前にも話したけれど、映像っていうのは自分にとって今すごい大事なエレメントになってるんですよね。だからこそ今回は VJ を入れて、 VJ 映えするような箱ないかなっていうのでウォール&ウォールを見つけて、ダブダブの時よりはこじんまりとはしてたと思うけれど、ものすごく前よりも野心的なものが一つ確立できた気がしてて、俺はこの間のライブは本当にやってよかったって思ってます。さっきの質問の中から水田の弱点ポジティブなんですよ基本が、だからあんまり弱点とか言われても出てこないと言ってますけど、佐久さんどうですかね、弱点は。葵くんのポジティブだよね。ポジティブ弱点の一つになるかもしれないですねでもポジティブ自体はとってもとってもいいことじゃない。だけどポジティブって弱点を見るのをやめるってそれなぁ、刺してくんだ。そのあたりどうよって感じかも、もしかしていやだからまあ地に足がついてないはあるかもしれない、もしかしたらね、うん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 、万が一の可能性としてあるかもしれないですけど、うん、でもまあ弱点を乗り越える能力があるっていうことだから、そこは今回はそういうことでいいんじゃないかということで、なんかあります？弱点、考えすぎる、ある、めっちゃあるでしょ。それはそうですよ。そうだね、言葉を選びすぎるとかね、こだわりが強すぎるところはあると思って、だから前に進められないっていうのはありとあらゆる側面で多いですね。なんか自分の中でちゃんと一つの哲学が完成しないと作品に落とし込めないっていうのはすごい感じてて、俺がそれをやる意義とはみたいなところで、だいたい毎回まあ下手すれば半年ぐらいかかりますね。遂行と関数なんです。いいとこでもあるんだけど、弱点でも。何か一つを書く、なんか進めるためにノートを書いてたら知らないで一冊終わってたとかあるもん発表できる。何してんだこれ俺みたいな。それを発表した方がいい。それはどうか発表すれば作れますかね。論文になりますよ、もう下手3文を超えて OK です。はい